上智慶徳肖像上智慶徳県警3年11月26日、上智日は中国の唐の軍人。姓は上智で、名は安氏。母子によると名は通る。慶徳は字であり、字をもって通称される。本願は1日修繕要件。唐のしのげ煙角24行進の一人に挙げられた。また、後世には、送信後期をもとに、 はた、宿法と共に門神として信仰された。隋の義道の城を外義の子として生まれた。大行末年、茅弥で従軍して、敵将白、劉法強しらを討伐して、功績を挙げ、朝三大夫となった。また王主抜け、義頭寺らを攻撃して、功により、正義大夫となった。大行十三年、劉武士が乱を起こすと、その下で変勝となった。武徳二年、 創根号と共に南進して、陳寿、州を奪い、唐の永安王李後期を撃破し、毒古懐音、唐剣羅を捕らえた。武徳三年、劉武衆が、唐の新王李世民と柏壁で決戦して敗れると、慶徳は残軍を統率して、すけ、旧を守った。李世民が人情、王李道衆、宇文氏及びらを派遣して、慶徳を説得し、慶徳は、広将と共に、 唐に振った。慶徳は右一不当軍となり、王世獣に対する攻撃に従った。間もなく広将が唐に背くと、諸将は慶徳も乱に加わったものと疑い、彼を捕らえた。靴と筒や委海さんが慶徳を殺すよう、進言したが、李世民は、慶徳が背く時は、広将の後になどつくものかと相手にせず、慶徳を、寝室の中に招いて、私は、 残限を持って良しを害したりはしないと言い、去りたい時には、資金とせよと金まで渡した。この日たまたま、大瀬重が、数万の兵を率いて襲撃してくると、慶徳は、李世民の前で奮戦し、敵将の短友心、陳知略を捉えた。武徳四年、刀剣徳が、板渚に駐屯すると、慶徳は、刀剣徳の大軍を挑発して捕類から引きずり出し、 リー・サオラの副兵が、横撃して、東建徳を大いに破った。また王世重の兄のこの王、が、隋の皇帝の馬をこれ見よがしに乗り回していたが、慶徳はわずか3期で敵陣に乗り込み、王を捕らえ、その馬を引き連れて帰った。竜黒達との戦いで、李世民、リー・サオラが奇襲を受け、敵に包囲されたことがあったが、慶徳は宗師を率いて敵陣に乗り込み、 混乱に乗じて、李世民は脱出することができた。また助演牢との戦いでも功績があって、新王府左に福森軍に任せられた。大司李建生が慶徳に金品を送って機下に招こうとしたことがあったが、慶徳はこれを拒絶して、怒りを買った。このため資格に襲われたり、残言されて高祖に殺されかけたりした。李世民と、 李県成、李元吉との間が緊張を高めると、慶徳は、町村抜きと共に、李政民の決断を迫った。武徳9年、元部門の変が発動されると、慶徳は70機を率いて、李元吉を射殺し、高祖に迫って、李政民に全権を委ねる御事の利を出させ、治安を回復させた。李政民が皇太子となると、慶徳は、さ守る率に任ぜられ、 李建政李元吉の党値に罪を及ぼさないよう進言した。変における、論功第一として、絹万引きと政府の近平、重機を賜った。上岸元年、右武功大将軍に任ぜられ、呉れ国公に封ぜられ、実風1300を受けた。特決の侵入を受けると、慶修道公軍総監となり、慶洋でこれを撃退した。京徳は功績に対する、 自負心が強く、大臣の町村向き、某元礼らと合わず、上岸3年には、上州都督に左遷され、さらに上岸8年には、同州志士とされた。上岸11年、泉州志士に任せられ、学国校に改め封された。後に、州都督、夏州都督を歴任した。上岸17年、引退を願い出ると、回府義道三種とされた。大操理性民が、 高栗遠征を決めると、慶徳は、申請しないよう求めたが、入れられなかった。本館のまま、大城京を代行し、さ、カズ軍総監となり、中筆山で、高栗軍を破った。帰還すると官会から引退した。晩年は、千人の道を信じて、金石を練り、キララの粉を飲み、人との交際を立って修行したという。 県警三年十一月、七十四歳で没した。死と、平州都督の位を追増され、忠武と送りなされ、少量に倍奏された。慶徳の妻の池部は、若くして亡くなり、学国公夫人を追増された。子に、上地方林があり、栄一教に昇った。母子によると、河南落陽の人、ありがとうございます。